大丈夫？いや、命中してよかった。俺は全部全部破壊してやる。来たね。おっしゃい。トゥビー、大丈夫？大丈夫。ほい。この化け物を倒す。わかった。さあ、レーザーです。さあ、真ん中の弾が本体ですね。さあ、弾よけゲーなんですけど、面白い形だね。うい。オッケー。どこだ？そこか。おお。さあどこだ？おい。レーザー。まあこれはまああんまり当たん、いってー当たるんかい。じゃあいって。ちゃんと狙ってきてんの俺。あやべ、危ね。隙があんまりないな。さあ弾よけ。よし、危ないぞ。うわお、さすがにきつい。さあこの状態はさっさと解いて、でまたレーザーですよ。うわ痛いな。まあレーザー離れちゃっていいかな。もういったなんかの障害物に隠れとけいいのかなこれ。ここにいるからこっちに来るってわけではないか。 OK。 地道ですねこれ。はい、危ないよ。ちょマジか。おい、ここでレーザーです。オッケー、やったぞ。コアゲッツ。さあ次は、でかい。まだ出てくるの？どうすれば。小さい敵もいるな。トゥービーさん、うお、聞こえますか？トゥービーさん、私たちの村が。パスカル、聞こえる？くそ。さあ電撃が多いな。さあパスカルの村やばいんで、ちょっとこの辺はほっといて行きますか。あー多い。さようなら。さあもうちょいです。あー攻撃されてますわ。ここにも敵が。ダメですよ。あぶねえな。ナインエスさん、ネットワークにぶら下がっている機械生命体は全部暴走したらしく、村の入り口を封鎖して応戦しているのですが、私たちの武装では。さあおい、いったー、ちょっと回復です。オッケー。うお、近いわ。さあ回復ですね。見えねえぞ。うわ危ねえ。いや痛い。じゃ真上かい。木の影に隠れるか。おなんか弱点が出てきましたねこれ。レベル29。さあどこ行った。あ危ないぜ。追いつかねえなマジで。離れるか。ちょっと待ってこれどこ行った。あったあったあった。多いよマジか。あの弱点の黄色い玉の近くにいないとダメだな。さあってこの辺かな。いっ危ねえ。
よし、ここだ。さて、そこだ。よっしゃ。ありがとうございます。助かりました。一体何があったんだ。ネットワークに接続されている全ての機械生命体が一斉に暴走したんです。おそらく全体を統括しているユニットが暴走したかと。あのイブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらくポット、イブの位置を特定できる。報告、位置はすでに特定、地図にポイント完了。仕事が早い。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。さあ行くぞ。さあこの辺は無視していこう。言ってるね。これは広範囲に強制通信を撒き散らしているみたいです。おそらくこの強力な何か。うわすごいなこれ音が。さあここです。来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界意味がないって。俺にとっては兄ちゃん、兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。さあイブ戦だ。いく、オープンねえ。どこだ。うわ砂嵐がすごいなこれ。うえ、そのナインエースが狙われてます。はい、危ないっす。ちょっと食らいましたわ。近接はちょっと危ないぞ。さあ今だ。ういっす。さあいつも通りのヒット&アウェイでね。うえあっぶねえ。さあ周りの物体を吸い寄せて、うっってそれで攻撃してきてますね。うわ当たった。回復です。さあ回復足りますこれ。いや正直ねポットで撃つだけの方がねだいぶ安全だよ。すごい音。あ、来た。これはね、なんか上に登んないといけないんですけど、登れないな、登れた。いってー。攻撃してくるよね。あべ、危ねえ。危ねえ。え、なんか上がれないんだけど。ここか、ここにでいい。痛い。いたー、ここだ。せい、当たんね。オーディアポットカウンターどうだい。いって。さあどうだ。そっちか。うおさあちょっと回復しとこうか。膨大なエネルギー反応。オッケー。うお。はい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 。ネットワーク経由で周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。じゃ回復。回復ずるくねっつって、まあこっちもしてるか。人のこと言えないな、ちょっとな。援護して。了解。了解。ナインエスがハッキングしてくれるっぽいね。オッケー。さあヘイト集めるぞ。行って。うるさい。ナインエスがやれるって言ったらやれるんだ。こっちだな。
うい、どうだ。まあ、ここはボットカウンターが安全だろう。うい、よし、いや当たらねえ。うわー、いてえ大技食らってもうたそう、今のだね。 OK、 さあハッキングもうちょいだね。いけるか、いけるか、危な敵個体のネットワーク機能切断を確認。さあ最終形態かな。うわ、これは射撃で行くしかないね。うわすげえなこれあれは近くにいたらあかん。 OK、 うい、ここでね。さあ射撃で削ってかない、いってやー、当たっちゃったよさあイブはね、アダムが消えちゃって生きる希望を見失ってるんだよね。危ねっ、うお、あ、これ真下にいた方がいいかも。いや、きつい。うわ痛いですうお、警告、 NFCS 破損、近接戦闘が不可能。まあ、どっちにしろもう撃つしかない。これ回避に集中するパターンですね。オッケー、これは頑張って横に、あーやべえ当たったか。え、嘘だろ。じゃあ台使おう。さあちょっともうね、 HP ゲージももうバグってきてるんで今どんぐらいか分かんないですけどさあイブの動きが止まってる時は撃ちたいね。さあもうちょいだ。オッケー。FFCS 破損、遠距離攻撃が不可能。しちゃった。イブのネットワーク分離時に
物理汚染されちゃったみたい。そんな大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないかな。はい、イエス。こんな機械これは通信データ信号共鳴し合って。生命体側に残していたみたいで、何か気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたという。よかった。機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが
今もまだ私の中に残っている。はい、ということでですね、ニーアオートマタ A ルートクリアになります。はい、いやご視聴いただき誠にありがとうございました。いやー本当にね、この最後の方はね、マジでアニメと、そう、なんだろうな、結構違うといえば違うけど、まあ一番最後のねシーンとか全く同じだったりとかして、いやかなりね、このいい感じにゲームと違いを作ってきたなっていう、そう、そういうので、僕はアニメはアニメでめちゃくちゃ気に入ってますね。あ、そうそう。で、このエンディング曲ね、主題歌、Weight of the World ね、これめちゃくちゃいい曲なんで、このフルで聴きたい方はぜひとも、Apple Music とかで、はい、ぜひ聴いてください。めちゃめちゃ神曲です。で、まあ、アダムとイブについてなんですけど、まあ、やっぱりね、この最初にアニメの9話を見たときはめっちゃびっくりして、いやまさかね、イブが身代わりになるとはね。ちなみにここもアニメネタバレ全開です。はい。で、でこっちの実況ではパート、ちょうどパート9か、数字同じなんですけど、アダム撃破ということでね、そこがまず一番違うところだったんじゃないかなと思いますね、この A ルートで。まあ、アニメだとシーズン1ですね。はい。で、前のパートになっちゃってるかな、多分。で、言ったかもしれないんですけど、僕はね、アダムが、生き残るっていうか、イブが先に死ぬバージョンをアニメでやったことによって、アダムの、イブに対する気持ちっていうの、気持ちとか思いっていうのが、ちゃんと描かれてて、そこがすごい感動しました。はい。いやあとね、最後のその共鳴シーンあるじゃないですか。いやあれはね、何回見てもね、めっちゃ綺麗だね。本当に。めちゃくちゃ感動するし。うん。いや、そこは本当に何回でも見たいですよ。さて、あ、そっか、あとアニメでそのゲームと違う、一番違うところの話したんですけど、そもそもそのアネモネさんじゃなくてリリーが出てるっていう、そこも結構違いますね。はい。なんかもうもはや当たり前みたいな感じで喋ってたんですけど、確かにそこはめっちゃ違うな。そのニーアアニメ、その2期も制作されるってことで、で、おそらくCD ルートになると思うんですけど、いや、本当にどうなっていくのか、ねえ、もう予想が つかないですね。この A ルートだけでも、いろいろとね、違いがあったわけじゃないですか。これ CD ルートで、ねえ、このゲームとまた変えてくるってなると、まあでもさすがにアニメでそこまでねえ残酷な世界を描けないのかもしれないですけど、いや、その辺も含めてね、めちゃくちゃもう第2期期待してます。はい。ゲームの方、次これメインメニュー画面に戻って、で次コンティニューすると 9S 編の B ルートに入るんですけど、まあそっちもね、引き続きやっていきたいなと思ってます。で、ただなんですけど、9S の方は、2B と同行してた時期が結構あるんで、まあ、やっぱりその辺は、なんだろうな、そのデジャブみたいになっちゃうんで、全く同じシーンは本当にカットすると思いますね、おそらく。なので、まあ、ガツガツカットしてって、ね、まあ、短くまとめながらね、進めていければな、と思ってます。はい。まあ、本番はね、CD ルートなんで、ニーアオートマタは。はい、ということでですね、はい、曲も終わっちゃうんで、はい、最後の挨拶にしたいと思います。はい、皆さんご視聴誠にありがとうございました。はい、ではね、次回からまた B ルート進めていきたいと思うので、はい、またよろしければ見に来てください。